でも良かったじゃないですか。これからですよ。じゃあ東京に行きの研究会目指してらっしゃる。はい、状態の疲れたらいいですよね。黒も2箇所ぐらいでいいんですけど、これを伸ばします。少しで、まあ、この辺に置いておきます。これも伸ばしますね。四角でもいいですし、何でもいいですけど、じゃあ絵の具をそこに落としてって。黒い部分を作ってるんじゃん。作ってないじゃん。そしたらもうちょっと入れんとこがあったと思うから、すいません、ありがとうございます。これは大丈夫かな。すいません。見えますけど。それでこのハサミで今切りましたよね。こっちの面をなるべく使わないでください。この作られた面ですね、この面を使う、作られた面を使う。こういう作業をしていきますね。大体わかりましたね。
らしいです。